古ア安の門、山形有友自筆の古ア安の額が掲げられている。古ア安は1907年に神奈川県足柄下郡大久保村に建てられた政治家山形有友の別荘である。神奈川県足柄下郡大久保村板橋の南向きの傾斜地に立地、総面積約1万1630平方メートルの中に和風木造平屋建ての本館。 伊藤中太設計の木造を2階建ての洋館、除災やコンドル設計のレンガ作り平屋建ての洋館、等の建物と入り口にかやぶき屋根の門、面積約4600平方メートルの庭園により構成されていたとされる。古ア安の庭園特に庭園については、庭園好きの山形がその築造に心血を注ぎ、日本古来の山水海有識庭園の形式を相手取らず、 作風の主題を、自然、とりわけ、水流に求めた、自然主義的庭園の形式を、京都別邸、無隣案に続いて取ったとされる。その庭園は、高低差14.9メートルの間に、上段の庭、中段の庭、下段の庭等といった形で構成され、その高低差を巧みに利用した流水や、荒や玉爆長短泉といった滝を排したことが、特徴として挙げられる。 同じく山形の所有であった、東京、目白の椿山荘や、京都の無隣庵と共に、近代日本庭園の傑作とする評価もある。古希安滞在中の山形は、健康の時には朝夕必ず杖をついて、庭園内を散歩していたが、1914年になると、庭園内に、牧が岡神社という、明治天皇の神霊を祀った神社を作り、 雨の日も風の日もそこに参拝することを日課としていた。庭園にはこのほか、小田原の在京軍人によって植えられた、軍人松と、地元の人々が引いてきて据え付けてくれた、兜と岩と呼ばれる、兜との形をした大石があり、山形がこのことについて、地元、板橋村に、大久保村となる前のこの地の存命の人々に、感謝の意を表して読んだ歌が庭園内の記念碑に、残っている。 また、小木ンへの来客と庭について座談するとき、山形は必ずこれらを自慢したという。庭園内にある滝についても山形は来客に自慢していたが、横浜から原富三太郎が訪れたときには、原からこの滝には三景園の滝に比べて滝の流れの響きに生命が感じられない。と評され、それを聞いて相当悔しがったと言われている。 明治期の小田原には、相模湾沿いの海岸地域を中心に、1890年の伊藤博文による僧楼閣をはじめ、西財海人の別荘群が形成されていた。1901年には、小田原城内に御用邸が完成し、皇室関係者も小田原に居住するようになった。しかし、1902年の小田原大改装により、海岸沿いの別荘が大打撃を受けた。その後は、 1904年に三井財閥を支えた実業家増田ダが当時の小田原町に隣接する内陸の奥母村、板橋に別荘、総運台を営むと、増田に縁のある大倉木八郎といった実業家たちがこの板橋に別荘を構えるようになっていった。山形有友も増田と縁のある人物の一人であった。当初山形は 1887年頃から神奈川県中郡大磯町に小東庵という約5000坪の別荘を営んでいたが、1909年に三井高宗城としている。1907年9月、板橋の総雲大の林地に別荘を構えた。この年山形は数え年70歳の古紀を迎えたことから、この別荘は古紀庵と命名された。以来、 1922年にこの地で生涯を閉じるまで、山形はずっとこの古紀安に在住した。山形が古紀安に住み始めた頃、すでに政界からは引退していたが、その政界に及ぼす影響力は依然残っており、内閣更鉄改造から閣僚、交換人事に至るまで口出ししたことから、異性者たちは山形を小田原の大御所と呼び、多くの政界関係者が、 山形の起源伺いに、古紀安を訪れた。後に側近である、清浦慶子を呼び寄せ、古紀安の近くに、清浦の別荘、皆春荘を構えさせたのは、そうした流れによるものとされている。この皆春荘は、1914年に、古紀安に編入された。山形が古紀安をこの地に置いたことの自慢の一つに、真正面に、石垣山を眺められることがあった。石垣山は、 豊臣秀吉が小田原征伐の際に人余剰を築いた場所であり、そのことから共に足軽という下級武士の出身であること、秀吉が関白になったことと自らが元帥陸軍大将十一位大君以降一級公爵というくらい人心を極めたこと、また秀吉の朝鮮出兵が失敗に終わったことと自らが日清戦争や日露戦争で指揮を取り対象したこととを対比し、 自らが秀吉にも劣らない人物であると自負していた、と言われている。1909年2月21日に、花界、常番会が古紀安で催され、森街が来訪している。この時森は、山形から古紀安の木を作るように頼まれ、後に古紀安木を執筆した。山形有友の庭園には必ず流水があり、古紀安についても、荒い頭枠をはじめとする滝や水流があるが、 水源として、小木久保用水の水を、板橋に隣接する風祭りから取水し、その水を小木庵まで送水するという、総延長約1300メートルに及ぶ施設の水道を引くことにした。風祭りで、小木久保用水から取水された水は、一旦同地に作られた、風祭り水源地に蓄えられた。これは、上部の直径26メートル、深さ4メートル、 底部の直径17メートルの円水台を上下逆にした形をした貯水池であり約1300トンの水を蓄え沈殿浄化も行われた。ここからは国道1号沿い等に設けられた中鉄管を経て、小木安まで自然圧で送水されるようになっていた。この水道は山形水道と呼ばれ小木安だけでなく隣接する増田邸や官院宮邸等の別荘群へ。 飲料水としても給水されていた。栃木県八伊田市の山形農場へと移築された洋館。現在は山形有友記念館の一部として遺品の展示などが行われている。山形有友の死後、1923年に発生した関東大震災により五機案の建物が倒壊した。このうち本館は1929年に再建された。また伊藤忠太が設計した洋館と 庭園にあった末期が、岡神社については、栃木県那須にある山形農場に移築された。第二次世界大戦終戦後は、一時期、東洋観光工業の所有となり、ホテルコキアンとして営業に用いられた。その時期には必ず、山形ありも公爵の名園として宣伝されたという。その後も所有権が移転し、1980年4月には、大成建設、同年9月に、 当時の千代田火災会場保険に所有権が移って、現在に至っている。現在は、同社の後ろ身である、愛 o ユニス制度和損害保険の小田原研修所となっている。本館のあった場所には研修所の建物が建っているが、1984年には、山形有友自筆の、古木安の額を掲げたかやぶき屋根の門が入り口に復元された。また庭園についても、洗い頭ば 長短泉、カブトガン等が現存しているほか、ところどころに同社新入社員により植樹された樹木も見られる。毎週日曜日に庭園が一般公開されている。ありがとうございます。